もうどうしようもない。俺もどうしようもない。俺もどうしようもないって。何そのガンタンクモドキみたいな。なんか書いてない。違うもん、これこんなん背負ってないもん。はい、皆さんこんにちは、ケンキです。はい、皆さんこんにちは、アナです。はい、で、お絵かきの森、お絵かきにで中川は。はい、中川ってことにして説明を始めるの。中川なしか。いや、今だってなんかあの流れでこんかったからもういいんかなと思って。ええー、間を取られた。あ、間を取られた。まあ、とりあえず説明するね、追いかけリレー。うん。要するに伝言ゲームですね、絵の。なるほどね。やっていきましょう。ああ。いや、普通や、マジで普通って振れ幅やばい。これね、難しいにすると知らないものが出てくるお題で。ああ、なるほどね。やんばるクイーンとか言われて。これまた俺答えやん。さあ、答えいこうと思う。ああ、いけるわ、これは。え、何マジで。あー、何それ。ええ、何その部分。え、これいけるな。それ何、いけるやろ。そのまま書く、そのまま書くで俺も、うん、めっちゃ不安ないけど俺。5だ。いや、そのまま書いてるって俺。は？は？え、何これ。いや、俺が聞きたい。何これ。これは違うと。あー、うんうんうん。いや、これはちょっと難しいのでいいだろ。え？ちょっと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 修正して。ランランごめん、ちょっと修正して。あの前の人の絵を真似して描こうって言われても、もう真似のしようが。お前大事な部分描けてないぞ。え、嘘。そんなそんなこんなやつだもん。あ、まあまあ、おおむねこんな感じ。こんなやったもん。嘘嘘、俺ちゃんと首あったよ、それバグやん。え、これなんだこれ。え、わからん。小屋に入ってるな。え、これわからんかな。多分元気さん以外わからん。これじゃない。なんだ。いや、ちゃうやろ。これ絶対どこでちゃうやろ。小屋に入ってるやん。小屋に入ってる。家畜。家畜、家畜系。家畜系。え、なんだろこれ。え、バッグ。え、なんだこれ。あ、アリ食い、アリ食い。いや、アリ食いは、え、なんだこれ。口そうなってしまった。いや、わからんわからん。何が悪いし。エマ。はぁ？エマ。いや、こういうことか。これはね、ちょっとうまくから離れてしまったのは良くなかったんじゃないかなと俺は思います。ちょ、流れ見ましょう、流れを。いや、これね、いや、でも段階では今想像できたと思うんだけど。流れみたい、流れ。変わらんやん。いやいやいや、変わらんやん。これかなり絵馬やろ。あ、なんか鳥のマークとか書かれたら分かったかもしんない。だってアドビのやつ最初カメかと思ってさ、修正してほしいって言うから動物やろうと思って。鳥のマークとか書くのはちょっとこのこれだってさ、もうしてない感が。家の中に謎の動物入ってるって感じやん、これ。2番手か。あ、書いとるか。頼むぞ、なんかこれからや。ね、待て、は？え？うん、ごめん。待て。ごめん。お前やったな、待てよ。ごめん。待てよ。は？え？ちょっと待って。え？ん？ん？いや、わからん。生物かもわからんくなった。これ何これ？あ、ああ、わかった。あ、俺はわかった。俺はわかった。これじゃない？俺わかった。俺はわかったよ。違う。これじゃないよ。違うならもう俺じゃ、俺もどうしようもない。俺もどうしようもない。俺もどうしようもないって。どうしようもないって俺。俺どうしようもないよ、もう。いや、俺雰囲気で分かってるから大丈夫やで。でも、テンさんめっちゃ下手やし。かわいいやろ。やば。これ、俺見せなきゃこれだもん。はい、東海道新幹線8時8分名古屋行き着やね。誰が乗っとい用意すんな、それいつの仕事やねん、それ。これ何の仕事になった。いや、俺が見せられたのこれだった。恐竜ちゃん、まあ、そうなってまうよな、これ見たら。えー、あるやん、お腹にあるやん。いや、別にそのお腹にあるやんで、ね、行ったっす。あ、そうです、カンガルーじゃないの。いや、それは俺の進化前のそれがそれやった。もう一個前か。ちょっと、なんで進化させんの。いや、え、はぁ、正直すまんかったけど、違う、メガ進化おかしい、メガ進化おかしい、これは。いや、見て聖書はない、聖書はない、メガ進化がおかしいから。聖書なぜ無機物が言うの。聖書。
あ、でも十字が結構重要だね、あれね。そう。十字が。あの、ね、最初ね、わかんなくて、どう書けばいいかわかんなくて、急いでとりあえず書いて。本でしょ、あれだから。こういうのやん。ごめん。こういうのやん。すげえな。聖書カンガルーになったらすげえな。マジメガ進化した。でもマジ、マジ次から参加させねえだわ。あの、難しくないんやけどな。俺なんか勝手に難しくしてるな。俺緑を汲み取ろうと思って。いや、まあ、アドミンが下手なだけだと思うけどな。いや、だ、いや違うよ。俺からだ。だって、バトン会見で判断するとき関節じゃなくて足の長さやん。あー。それもっと誇張してもらわんと。いや、いや、もう喧嘩やめて。楽しく盛りしよう。何これ何これ、何これ、あー、分かったような気はするけど。え、何最後の。ごめん、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 俺がやらかしたわ。ごめんだ。もうダメな気がする。想像してほしい。ルンルン、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。あー、いや、もう違う、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 違う。俺そんなん書いてない。俺そんなん書いてない。何が書いてない。違う。俺そのまんま書いたよ、だって。俺そんなん書いてない。違うもん、これ。こんなん背負ってないもん。はい、中川先輩。いやいや、待って待って待って。これは最後、最後見て、最後見て、最後見て。お前また書きたいもん書いたな。おい、おい、やめろってそれ、ほんま。いや、違う、違うって言われたから、もうだって俺に書けるしかないやん、これは。多分これやったと思うの。これ違うの。絶対言ってこん、もう。まず、まず、両生類じゃない。あの、北行け言われて南行ったぐらい違う。待てよ、こう。え、だって、ランランから渡されたのが、だって俺、両生類やったからさ。あ、ちょ、近くなってる、近くなってる。え、マジで近くなってる、近くなってる。嘘やん。じゃあ、絶対近くなかったもん。あ、遠くなったわ、離れたわ。いや、熊と考える。基準かわからんもん。あ、もう離れてる、離れてる、離れてる。いや、マジか。牛やねん。嘘やろ。それは無理やわ。嘘やろ。まずそもそもそのパンダ熊で牛と近づいたもん。で、考えて遠くなったもん。いや、見て見て見て。いや、これ、これやった、中川。これは中川だと思う。亀やん。いやいやいや。亀やん。ちゃうやろ、どう考えても、お前、これ。コーラやと思っても、コーラで。亀やったとして、その右側何やねん、じゃあ。いや、わからんかったけど、その右側何なん、その胡椒みたいな。牛乳書こうと思って、牛乳書こうと思って。牛乳か。そう。だって、俺、違う言われた後、すっぽんの行き地かなと思ってたもん。まあ、まあ難易度難しちゃったありえんのか、スッポンの行き地。いや、難しすぎるやろ。だってそれさ、単語じゃなくて文やもん。もう二度と参加させねえだろ、二度と参加させねえだろ、もうそいつはやめてしまったけどな、うちは。もう分からんけど。何そのガンタンクモドキみたいな。いや、これが限界やった。あー、一応結構表現したつもり。ん？いや、こんな感じやったで。待って、いきなりすげえ印象派の絵になったけど。え、なにこれ。え、おい、やめろや、それ。なんもわからん、なんもわからん。なんもわからん。え、ちょ、もう俺も予想して書くしかないよ。こんな感じ、いや、こんな感じやった。予想して書くしかないよ、俺もう、こんなの。何が起きてんだよ。もう無理やもん、俺。俺もう無理や。何が起きてんだ。もうこれしかわからん。全然違う。メガ進化前予想するしかない。なんだこれ。これやろ。違う、これはランランが違う。これはない。いやいやいや、ちゃんと再現したよ。だって何もわからんかったもん、あれ。いや、これアドミンが悪い。もう、ない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 。もうないよ、こんなの。だって、明らかに種族変わったもん、アドミンせいで。種族が違うの？なんだこれ。違う違う違う。俺だってアドミンの見てメガ進化前予想したんだからね。いや、進化してないから見て。進化してない。なんだこれ、マジで。嘘やん、嘘やん。いや、待って、嘘やん。なんで、どういうやつ。何が起きたん。いやいやいや、言ってる言ってる。
言ってない言ってない。俺流れ見たい。これ流れ見たい。いやいや言ってる言ってる言ってる。言ってない言ってない。ほら。ほら。頭下げてないもん。正座やん。土下座やって正座やん。これだって。頭下げるから無理やん。いやどう見てもこんなんガンタンクにしか見えない。絵の中でぐらい土下座してくれ。これひどいな。あ、結構神ゲーやったね。またやろうか。神ゲーやったね。うん、おもろかった。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。